全国市議会議長会が入居している、全国都市会館の外観全国市議会議長会は、市議会、区議会による地方自治の協議会。国に地方への支援を訴えている。地方6団体の一つであり、他の全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国町村会、全国町村議会議長会とともに、 地方自治確立対策協議会を組織している。地方自治法第263条の3にある全国的連合組織として総務大臣に届け出られた団体であり、地方自治に影響を与える事項について内閣、国会に意見書を提出できることとされている。1932年5月21日に全国112市の市議会が議会権限強化。 資材性強化のために全国市会議長会として発足した。初代会長は沢野友治。戦後は全国市議会議長会と名称を変え、地方議会の権限強化、地方自治の活性化、地方文献などの活動を行っている。その他にも市議会の活性化についての協議や、全国の市議会の活動の実態や定数。 報酬や市議会議員についてのことなどを調査、研究している。また、全国の多くの市議会で採用されている共通記章を定めている。その他に一定年数以上務めた市議会議員に対しての永年金属表彰を行っている。ありがとうございます。